ヨーインゲベルゲットは、ノルウェーのサッカー選手。ノルウェー代表。ポジションは FW。2009年、FK リン時代 FK リンの下部組織から、トップチームに昇格し、選手初出場。2008年7月に、チームメイトのオディオニーガロと共にウディネーゼカルチョに3年契約で、移籍。U-20 チームからのスタートとなった。 2009年3月にリンに期限付き遺跡で復帰。2009年2月にストレームスごとセトイフに1年の期限付き遺跡。2011年1月に同年12月31日まで期限付き遺跡期間が延長されたが、7月にモルデ、FK に完全遺跡となったため、これは途中で打ち切られた。2011年夏にモルデに3年契約で完全遺跡。 8月22日の試合で、マティスモストレームに代わって74分に投入され、移籍後初出場。10月2日の試合で移籍後初得点。この試合で、モルでは、史上初の優勝が決まった。2013年のノルウェーカップ決勝でも1得点を決めて4から2での勝利、そして優勝に貢献した。2014年1月24日にプレミアリーグの カーディフシティ FC に移籍、モルデ時代にも指導を受けていた監督である、オーレグン・ナースウルシャールの下で、再びプレーすることとなった。2月15日に FA カップで移籍後初出場するも、この試合で敗北した。翌週のプレミアリーグでは、フレーザー・ギャンベルに代わって、途中出場し、プレミアリーグで11分間プレーしたが、これが、プレミアリーグでの唯一のプレーとなった。 クラブも再開で降格した。2014年7月に買取オプション付きで2015年1月までの期限付き遺跡でセルティック FC に加入。ホームでのデビュー戦では2得点を決めた。買取オプションは行使されず、カーディフシティに復帰したが、2週間後に双方合意で契約解除した。2015年1月19日に3年契約で、 アルスベンスカンの丸目 f f に加入。8月19日の UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、予選では全所属のセルティックから得点を奪った。この試合には3から2で敗北したものの、第2試合で2から0の勝利を決め、丸目の本戦進出に貢献した。2018年1月19日、メジャーリーグサッカーのニューヨークシティ FC に完全一席。 しかし在籍は1年に止まった。2019年3月に3年契約で、丸目に再加入。2012年1月18日にキングスカップ2012の対王国代表戦で代表初出場。2015年9月6日の UEFA ユーロ2016予選、グループ H のクロアチア代表戦で代表初得点を記録。ありがとうございます。